デッキ上まで行かれております。道野さんが姫様こんにちはって言われてますね。搬送に関わるロープ類が約300本あるとご案内させていただきましたが、今日ねタケポンさんも来てますよ。タケポンさんも来てて、この人だかりの中にどっかにいます。現在海洋丸は上から2番目アッパーゲルンセールが広げられております。上から2番目アッパーゲルンセール、これですね。アッパーゲルンセールと同じようにヤードを持ち上げて上に引き上げて、こう広げる、これを引っ張ってるんですけど、引っ張ってるのはご覧いただいて分かりますように、先ほどのアッパーゲルンセールよりも比較的早く上に広げることができます。多分大きさでしょうね。やはりこの方法の際には大きさとかですよね。海軍はないのか。海軍の人も多分数名はいらっしゃると思いますよ。あの制服着ていらっしゃる方に見えられますからね。あ、いたいたいた。さてご覧いただきながらお気づきになられたでしょうか。それぞれ帆を広げたりマストに登ったりする号令、これ海軍なのかな。キャプテン船長からの命令はマイクを通したりしておりません。訓練生かな。すべてちょっとあえて船長で行われる作業は肉声声のみで行われる。ちょっと制服着た人たちも見えられてますね。これね、でも若いので多分訓練生かな。ほい、ちょっと真ん前は日本丸。マイスターさんワンピースの海軍だね。あ、そりゃないでしょ。こいつだけがこれなんて言うんでしたっけ。ミムカさん、こいつだけが多分日本丸と海洋丸とで違うんですよねと言ってた覚えがある。独立行政法人公海訓練所の反戦日本丸や海洋丸ので海軍で、あ、そうなんだそうなんだ。ということはやはり制服着ていても訓練生の皆さんっていうことなんですね。なるほどね。あれだから一番上だけは登っていくんですよね確か。ここ、あ、今登ってった一人登ってってる。あ、点でしか映らない。日本丸はどこから来たの。横浜っすよ多分。あの横浜に記念館があって、日本丸はで、あの海洋丸は富山に海洋丸パークっていうあれがありますね。で、あのオサリが言ってたんですけど、昨日3日に海洋丸が出港しましたっていうニュースも石川とかあっちの方でやってたみたいですね。こいつのことですね。もうほぼ全般的に歯じゃないセールが広げられていて、綺麗にちょっと遠間から映してみますね。
これ写真に写すとめっちゃ綺麗なんですけど、今日曇ってるのでバックが白いのでいまいちですね。それだけいまいちですね。横浜の桜木町から来たやつか。桜木町かどうかはちょっとわかんないですけど、横浜ですよ。よく神戸とかにもね、行くらしいんですけど、名古屋港ね、毎年じゃない、2年に1回かな。あれでも去年も来たぞ、これ。日本丸はしょっちゅう来ますね、名古屋港はね。で、海王丸の方は、4年に1回とかそういった風なんですけども、今年はもうたまたま、その4年に1回の、二隻同時寄港の。そして中指が一番高いマスト、メインマストです。薬指が二分マストと呼ばれます。そう言われても覚えられんのですよね。フォアマスト、水マスト、じゃあフォアマスト、水マスト、ジガーマスト。さて、海外面の方はこれから先ほど、あ、ハングったかな、行っておりました作業と同様に、右側が風上になりますので、これからヤードを開く。海軍ワンピースですが、漫画のワンピースは架空の軍隊で海賊にはならはなれないのですが、なるほどね。ちょっとごめんなさいね。これ配信しとるかな。スターボードサイドと申しますが、スターボードサイドのロープを緩めて横木のヤードを動かしていく作業になります。ヤードを開く作業が始まりました。岸壁上からもヤードが少しずつ動いているのがご覧いただけますでしょうか。